主の祈りを祈ってまいりましょう。主の祈り、天に満ちます我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をもたらさせたまえ、御心の権威などごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものだからなり、アーメン。それでは共に使徒信条を言ってまいりましょう。使徒信条、我は全地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い二人で、ゲルモノと死ねるものとおさめたのは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは、久保田牧師に導いていただいて、それで特別賛美を先に、はい、あ、じゃあ特別賛美、よろしくお願いします。